皆さんこんにちは、プロレスアカデミアの石丸です。飯沼です。はい、今回ですね、コスパがいい、お買い得な国公立大学10選ということで。はい、10選ですね。と、はいうことで、国公立に行きたい、特にね、金銭的事情もそうですし、なんかちょっと国公立じゃないと厳しいけど教科多すぎたら難しいなとか、はいはい、少ない勉強量でいいネームバリュー欲しいなとか、いろんな事情があると思いますので、そういった方に向けてコスパのいい、お買い得な国公立大学を10個紹介していきたいと思います。で、大学名の一覧がこちらです。会津大学だったりとか、電気通信大学とかで、神戸大学とかもありますし、ちょっと地域によってね、知ってる人知らない人いる大学かと思いますが、はい、1個ずつ紹介していきたいと思います。で、まず一応前提として、本当に地方の国公立大学は、はい、コスパいいのみんな知ってると思うんで、あえてそこを除いて今回10選ということで紹介していきます。はい、はい、でも1つ目ですね、会津大学ですね。はい、はい、これは福島県の会津若松市っていうね、はい、名前聞いたことある方、会津若松とかは聞いたことある、日本史やってたらって感じですね。ここまずのお買い得ポイントがまず1個目、その共通テスト1科目のみ、しかも理科のみですね、はい、すごい、で受験できますっていうことなんで、はい、でしても2次が一応あるんですけど、簡単な英語と数学のみで偏差値45ぐらいで、はい、入れたりもするんで、これ、特に公立大学なんですけど、この入試方式で受かるのってあんまりないですよね、基本的には、入りやすさもありますし、2つ目としては一応そのコンピューター理工学部とかっていう風に、割とこのコンピューターとかプログラミングとか、そういったことに特化してる大学で、かつ英語もこう特化してるんで、よくあると IT と英語みたいな、今どっちも熱い2つを特に専門的に学んでいくような大学になってます。はい、でも偏差値は一応低めには出てるんですけども、その就職の状況とか見てみると、大手の IT の企業だとか、その海外系の外資の企業だとかによく入ったりもするので、ここは特にコスパがいいというか、偏差値の割に、就職もいいですし、効率ですしって形で非常に高い、大学だと思います。はい、コンピューター理工学部のみということで、特化した分、充実した教育が受けられるんじゃないかなと思います。通える距離にあったりだとか、もしくはコンピューター理工大学でしっかり学んで手に職つけたい方はいいんじゃないかなと思います。2つ目、次が電気通信大学ですね。はい、はい、これその受験業界だと有名だったりとか、名前もこうね、電通っぽくて、なんかよくいじられたりもするんですけど、こちら東京の調布市にある、文字通りです、本当電気とか通信に特化した、結構歴史ある大学なんで、昔からこうね有名だったりするんですけど、一応河合塾さんとかで偏差値見てみると、大体55から 57.5 ぐらいになるんで、難関大とまではいかないけども、そこそこちゃんと難しくて、知名度もあるみたいな形です。注意しないといけないのが、大阪の人は大阪電気通信大学と間違いしがちです。それとはまた別のですね、国立大学の方になりますね。はい、特にその同じ理系だと、もちろん東工大とかの方が、偏差値高くて、もちろん学力とかも高かったりとかもするんですけど、通信とか IT 系の大手企業の中だと、むしろこう電通大の方を優先して取るみたいな感じで、ある程度その卒業生もたくさんいらっしゃいますし、ブランド力もあったりするので、NTT さんとか、そういったところとかは、むしろ電通大とかの方が就職実績が良かったりするらしいです。最近だと AI の研究とかロボット研究とかもね、盛んなってますので、流行りですね。物作りとかに興味ある学生さんにも魅力的ですし、理工系でそういうのが学びたいのであれば、入りやすいような、価格帯というか偏差値帯の大学になってます。コスパに引っ張られてますけども、はい、だからそうですね、この電気電子通信系の方ですね、これがやりたいって決まってる人は、こういう特化したところを狙うのは一ついい作戦かなと思います。はい、じゃあ続いて3つ目ですね、東京海洋大です。はい、はい、東京の品川ですね、海の近くにある海洋系の国立大学といって、で偏差値は一応ですね、河合塾さんと50から55ぐらいを、の偏差値帯なので、ここも比較的、学部によっては入りやすいところもあったりします。本当、名前の通りでも海洋系に関することなんで、水産系の会社だったりとか、あと水産物を扱う商社とか、そういったところでその冷凍食品とかもそうですし、あとこう造船周りとか、そういったところに関しての就職には強かったりします。こういう特化した大学の方が、正直総合大学に行く人たちよりも勉強とか研究の意欲が高い人多いイメージがありますね。昔から魚が好きでとか、身に関することが好きでみたいな、受験生の人は狙ってみてもいい大学かなと思いますね。続いてです、4つ目、こちらも同じく専門型の国公立で、東京農工大の方ですね。名前通り農業と工業に、特化しています。特にこう農業系に関しては、北海道大の農学部
部が、まあ、すごい昔から畜産とか酪農とかで有名なんですけど、はい、まあ、それと並んで歴史と実績がある、まあ、有名な、ね、はい、大学になってます、はい、農学部系ですね、うんうん、に興味ある学生さんだったりとか、まあ、あと東工大その工業系に行きたいけどちょっとまあ学力足りないなっていう方とかがよくこう次の候補として狙うようなところになってます、はい、まあ、知ってる人結構多いでしょうね、まあ、難易度で選ぶっていうよりかは結構まあやりたい研究、うん、どんな動物の何をやりたいかみたいなのによって、はい、選ぶ人もいる大学ですね、こちらは、うん、続いて5つ目ですね、はいはい、次は名古屋工業大学です、はい、もちろん名前の通り名古屋にある工業の、工業系の国立大学なんですが、はい、地元では もちろんその名古屋大学は多分大体次ぐらいですかね、国公立だと、うん、に位置するんですが、まあ、就職実績、まあ、特に工業系に絞ってるんで、はい、まあ、当たり前ごとく強かったりもありますし、はい、まあ、あと名古屋ってことなんでやっぱりそのトヨタですよ ね、はい、まあ、トヨタ系とかスズキ系とかの、まあ、自動車の関連企業だったりとか、うん、地元のメーカーとかに就職したいならおすすめの大学になってます、はいはい、自動車系に行きたい人がまずそこワンクッションを挟むみたいなのが多い印象のある大学ですね、はいはい、うん、はい、続いて6つ目です、はいはい、6つ目は今度九州工業大学です、はい、こちらも名前通り九州にある、まあ、北九州にある工業系の国立大なんですが、はい、まあ、こちらもその地元だとまず一番上が九大ですね、九州大学が来て その次に、まあ、大体来る偏差値なんですが、はい、就職実績こちらもかなりね強かったりします、はいはい、例えばなんですけどこれ地元のまあ、この九州での大手の電機メーカーの安川電機さんってところを調べてみると、うん、歴代社長は全員九州工大出身者みたいな形で、まあ、多分一部の、まあ、そういうメーカーさんだとかだと、うん、まあ、かなりもう派閥もあって入りやすいとか、うん、認知度も高いような傾向にあります、はい、基本的には西日本の電力会社の社長さんとかも、うん、調べてみると配属してたりとか、まあ、西日本系だったら大手企業へ就職するのにもこう強く、ね、働いたりすることもあったりするので、うん、特にこの西日本または九州にいる方とかはおすすめの大学になってます。やっぱりまあ工業地帯にある工業大学はやっぱりそれなりの歴史と実績がありますんで、うん、はいはい、もう理系でそういうものづくりの方に行くんだって人は最初からこういうところに振るとね、特化するとね、うん、受験の対策も早くにしやすいですし、やりたいことができて非常に魅力的だと思いますね、はい、続いて7つ目ですね、はいはい、ここで意外な神戸大学の中の海洋政策、はい、科学部ですね、はい、旧帝とかと比べると入りやすいし、まあまあそこで言うとね、まあ、実績っていうのもあるんです、はい、それを除いてもこの海洋政策科学部は、はい、まあ、お買い得な国公立かなと思いまして、もともとその海事科学部っていう、はい、まあ、海事海事言われてね、はい、なってたんですけど2021年に、うん、改編されて海洋政策科学部っていう風に変わったんですね、はい、改編されてからその文系でも受験が可能になったりとか、うんうん、専門の分野に関しては2年次に選択したりもするので、はい、まあ、文系入学した後でも理系の専門を選択することが可能だったりとか、はい、神戸大でいうと新しく作られた学部なのもあって、まあ、一番偏差値も低かったりとか、就職はやっぱりね大手の造船企業だったりとか強くかなりいいですし、まあ、他の理系学部とかと共通テストのボーダーは大体8割前後とか8割ぐらいなんですけど、はい、海洋政策科学部に関しては7割程度とか7割ちょいぐらいですね、うん、なんでそこら辺もまあ狙いやすいところかなとは思います、はい、まあ、ただしですね注意点が1個ありまして、はい、理系だと国語の配点が高いんで、うん、まあ、国語がうまくいかなかったとか、はいはい、苦手な方とかにはあんまり向かないところです、ね、まあ、あり得る話ですね、結構ね、はい、うん、はい、要注意だと思います。8つ目ですね、はい、はい、でこちら京都工芸繊維大学です、はい、まあ、これ関西だと有名なんですけど関東だとあんまり僕も当時知らなかったっていうところで、まあそうですね、うん、京大行ってたんで、まあ、自転車圏内であって、うん、結構やっぱり進学校の人たちが、はいはいはい、行ってるのはやっぱ多いですよ。普通に難しい大学ですね、うんうんうん、それは、まあ、京大とか阪大とかと比べると偏差値的には、はい、難易度的には下がりますけど十分難しい大学で、結構入試問題の時に見ました、うん、ああなるほど、はいはいはい、みんな楽勝と思って、うん、失礼ですけど、まあ、名前を見るとやっぱりそういう進学校の生徒と思うわけですよ、うん、はいはい、で問題解くと普通に難しいみたいなので、まあ、国立の理系大学ですよね、はいはい、で、勘違いしがちなんですけど工芸ってついてたり繊維ってついてるので、はいはいはい、なんかどっちかってその専門大学っぽく思われがちなんですよね、はい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 、工芸ってそのなんかもうろくろ回してるイメージあるそうですね、そう、そういうわけじゃなくて、うん、ちゃんとしたもう理系の研究に特化した大学なんです、はい、で工芸科学部という学部があって、そこに学域が広がってる感じですね、はいはいはい、まあ材料系にも特化してますし電気系もあるんですけど物質、材料化学域の方だったらやっぱマシン材料の研究だったりとかすごい研究に特化した大学ですね。だから大学院にそのまま進む人も多いですし、うんうん、関西の方だったら結構ね理系の工学部に行きたいなみたいな人は、はいはい、志望するところが多い大学になっております、うん、では最後ですね、9個目と10個目同時に行って
きます、はいはい、9個目10個目は東京都立大と、はい、あとは横浜市立大ですね、はい、大阪公立も入れようかなって思ったんですけど最近こう偏差値上がっちゃったんで、まあ、普通にね、ま、大人気ですからね、はい、この2つの方がそのレベルでいうとその東大と東京都立比べたらちょっと下がりますし、うんうんまあ、横国と横市近いんですけど、うん、ある程度こう難易度的には入りやすい部類の2つをピックアップしました、はい、関東圏で就職するんであればこの2つ特におすすめかなと思います、はい、公立大なんで、まあ、こう公立並みに学費とかも安かったりもしますし、はいまあ、なんかこうちょっとあの離れて公立行くんだったら人数もあんまそこまで多くなかったりするんであえてこっちに選ぶみたいな人もいるぐらいなので、はい、あの試しに、ね、こちらも調べてみたらどうでしょうか、はい、ということでお買い得な公立大学10選という形になっております。特化してるから入試科目絞れるっていう話なんですよね、はいうんうん、なので、まあ、受かりやすいそして地域の就職実績だったりとか、はいまあ、研究設備も整ってるといった大学になってますので、うん、特にまあ理系の人ですね、はい、工学系とか農学系とか気になる方は一個一個調べてもらえたらなと思います。また概要欄に URL 載っておりますプラリスアカデミアの公式 LINE では、11個の豪華特典を無料でプレゼントしております。中でもですね無料受験相談に関しましては、弊社のプロのコンサルタントたちが受験のお悩みを解決いたします。最初ね LINE でヒアリングさせていただいた後に通話だったりとかビデオ通話という形で深いところのアドバイスもさせていただいております。またプラリスアカデミアのホームページとですねあと校舎の方の、公式ページも載っておりますので、ご入塾検討されている方オンラインの場合は公式ホームページの方を、うん、で埼玉の大宮と、大阪の天王寺をご希望の場合はそれぞれで、ね、ページも貼ってますのでお問い合わせいただければなと思います。それでは次回の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。